皆さんこんにちは。毎年各メーカーから新型車が発売されますが、完全な新型車が出ると話題性もあり、メーカーの力の入れ方もすごいのでヒットにつながる傾向にあります。しかし初代があまりにも話題になると2代目が超えるのは相当難しいようです。そこで今回は偉大な初代に隠れ苦労した2代目日産車についてご紹介します。1. シルビア。1965年に発売された初代シルビアはオープンスポーツカーのフェアレディをベースに、美しいデザインの2ドアクーペボディを仮装したスペシャリティカーとしてデビュー。内外装のデザインを優先したことで製造工程の多くが手作業で行われるなど、量産できる状況ではなく、とても若者には手が出せる車ではありませんでした。そのため1968年には生産を終え、わずか554台しか販売されず、後に幻の名車として名を馳せます。そして1975年に2代目シルビアとして正式名称ニューシルビアがデビュー。2代目は大衆車のサニーのシャシをベースに開発された新時代のスペシャリティカーで、外観のデザインはアメリカ市場を意識した幽霊なファストバックスタイルとなっていました。しかしちょうど排出ガス規制が強化された時期に発売されたことで、速そうな見た目ほどのパワーもなく、販売は低迷します。さらに外観のデザインも美しい初代と比べ日本人の好みではなかったようです。 2. フェアレディ Z。 1969年に登場した初代フェアレディ Z は、斬新なファストバックスタイルと優れた足回り、高性能なエンジンを搭載した生粋のスポーツカーとしてデビュー。日本でヒットしたことに加え、アメリカではガットさん 240Z の名で大ヒットを記録。そして1978年に初代からのキープコンセプトとした2代目フェアレディ Z を発売。アメリカでの展開は1979年からで、ガットさん 280ZX の社名が与えられました。全体のフォルムは初代のイメージを残しつつ、ボディサイズを大きく伸びやかなフォルムになりました。しかし初代よりも大きく重くなったボディや豪華になった室内、レースにも出場していなかったなどから、スポーツカーよりも GT カーのイメージが強くなり、初代ほどの人気とはなりませんでした。 3. シーマ。1988年、日産は高級セダンセドリックグロリアの上級モデルとして初代セドリックシーマ、グロリアシーマを発売。バブル景気という時代背景や、1985年頃から始まった国民の中流意識の高まりから、ユーザーの高級志向の流れに乗って大ヒットを記録しました。そしてバブル絶頂期の1991年に2代目シーマが登場。初代のイメージを踏襲しながらも、英国車をイメージさせる外観へと変貌。トップグレードに搭載されたエンジンは、初代の3リッター V 型6気筒ターボから 4.1 リッター V 型8気筒自然吸気に換装され、出力の向上を図りつつ、高級車らしい出力特性を実現。また2代目は後継機中に企画開発されたことで、内装も初代よりも豪華に仕立てられています。しかし初代は
チーマ現象という言葉が誕生したほどの話題性がありましたが、2代目では多くのライバル社の登場やバブル崩壊という経済の混乱もあって、初代を超えるヒットには至りませんでした。4. セフィーロ。1988年にデビューした日産初代セフィーロは、プロジェクターヘッドライトを配したモダンなフロントマスクや流麗なフォルムのデザインを採用するなど、それまでの日産製セダンとは一線を画するモデルで話題となりました。そうしてヒット作となった初代の後継ぎとして1994年に2代目セフィーロを発売。車種、エンジンともに一新され、新開発の V 型6気筒 DOHC エンジンを搭載する FF 車となっています。ボディサイズは大型化し、 FF としたことと相まって広い室内空間を実現、実用性を重視したセダンとして高く評価され、当初は販売も好調でした。しかし初代セフィーロの斬新でスポーティーなセダンというイメージはなく、 FF への変更と直列6気筒エンジンを廃止したことや、ボディサイズの大型化によって初代とは異なるユーザー層へと変化しました。 5. ステージア。日産はスカイライン系のコンポーネンツを流用することで、1996年にステーションワゴン専用車のステージアを発売。またオーテックジャパンから R33 型スカイライン GTR のコンポーネンツをステージアに移植した 260RS が登場するなど注目されます。そして2001年に新 FR プラットフォームを採用した2代目が登場。エンジンは3リッターと 2.5 リッターの V 型6気筒を搭載し、中でもステージア専用のエンジンとして最高出力280馬力を発揮する 2.5 リッター V 型6気筒ターボエンジンが設定されるなど、 260RS を彷彿とさせる高性能モデルをラインナップ。しかしステーションワゴン人気の低迷もあり、初代ほどの話題性や人気を獲得できず、2007年に生産を終了。2代目をもってステージアは消滅してしまいました。いかがでしたか？何かのお役に立てれば幸いです。ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録をお願いします。